カズラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。水曜ダンジョンの、地獄級に、諸葛亮の編成で、パーティーでですね、挑戦していこうかなと思いますけれども、めっちゃ早いです、これもね。封印耐性5個搭載してありますので、特に聞くこともなく、パンドラもなんですけど、ボス戦貫通する、させるような編成でやったんですけど、こちらもですね、諸葛亮のエンハンスがあるおかげで、簡単に、まあ、割と楽に、突破することができます。今回は、サブにバステトも編成して、道中ね、ガーッと手数で抜いていくので、スプレッドキャッツが役に立ちますね。で、諸葛亮の封印耐性、これで5個です。マリンライダー2体、諸葛亮。で、サスケのところはね、何でもいいんですけれども、まあ、そうですね、ダブル攻撃耐性なんかも全然ありです。はい、それでは挑戦していきます。はい。弾いて、で、ここだけね、まず1コンボ必要です。1コンボとか1ターンで、いります。はい、ギリギリ受けれます。はい、突破してまーす。で、次、ここからですね、バステトの変換を使って、攻撃色の色を消していきます。ここでね、HP とかあんまり気にする必要はございません。手数で抜いていきます。バステの変換使って、はい、とか。で、次ですね。ここはですね、結構貫通できるんですね。できるけど、あれな、できるかな。一体残しにサクッとしたい。よし、できた。はい、一体残しですね。で、あとはもうつらつらターンかけて倒します。はい、突破。で、ボス前ですね。で、ちょうどここでも、封印が来るんですけど、弾いて、で、先生 IV ムで調整できます。はい。で、持って、2ウェイで抜けるかな ?2 ウェイ1個で。はい。6ゲージ含む4コンボ、ここも。弾いていきます。はい。で、ここ、次も割合ダメージが先制で来るので、あんまりね、ここで回復トルクが落ちない問題ございません。で、マリンライダー。で、44で消せるんですけど、44。まぁ、ちょっととりあえず44でやってみましょう。ちょっと足んない、44だとちょっと足んなかったので次もとりあえずこの辺使って何なんなんできるんだ。次も443が作れないので、マリンライダーの変換かな。マリンライダーからのサスケの変換ですね。はい、これで443以上を作っていきます。はい、では参ります。はい。これ本当に貫通したと。おぉ。やばい。フレンドの諸葛亮219万です。はい、とまあこんな感じで、水曜ダンジョン地獄級も、諸葛亮とパーティーでサクッと、クリアすることができます。まあ、万能です。結構、万能ではないですけど、優秀ですね。諸葛亮。2ウェイのね、攻撃が、2個持ってると 2.25 倍。ただですね、2ウェイとか4つ消しを入れるとですね、1.25 倍になるので、実際、2ウェイ1個で 1.8 何倍 ?1.8 何とかになるんですね。なんで、2個消し、2ウェイ2個持ってるモンスターだと 2.25×1.25 とかなので、2.8 何小数点2か2以降は分かりませんけど、2.8 とか 1.8。実質ですけどね。まあ、4つ消しにする分の倍率を含めて考えると、そういう倍率になっていきます。
はい、それではご視聴ありがとうございました。諸葛亮をお持ちの方、ぜひぜひ、よかったら、ご参考になさってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。